皆さんこんにちは。今回は、昔から存在する不思議な心霊写真をご紹介しましょう。ある方のお葬式を撮影した写真なのですが、家に写っている人物に、不可解な点があったというのです。こちらの写真をご覧ください。とある方のお葬式を撮影した写真です。家には、帽子をかぶった男性が写っています。これは心霊写真として有名な画像で、ネットでよく見かけるという人も多いでしょう。それでは、どこに霊が写っているのでしょうか。実は、もう一枚の写真を見ることで、この写真の不可解な点に気がつきます。もう一枚がこれです。先ほど、遺族の方が持っていたと思われる遺影が写っていますが、よく見ると、こちらの遺影は帽子をかぶっていない姿が写っているのです。個人は生前、帽子を欲しがっていたことがあったと言い、その念が写真に宿り、あるはずのない帽子を出現させたという噂があります。おそらく、現物の遺影には帽子が写っておらず、この集合写真に写った遺影にのみ、帽子が写っていたということなのでしょう。この写真、オカルト界でも有名な中岡氏の心霊写真本に掲載されていたもので、写真にまつわる詳細な情報もあります。昭和53年3月に、北海道釧路市で葬儀があり、プロの写真家が撮影したものがこの写真だったと言います。中岡氏は、実際に訪問し、調査を行ったらしく、やはりオリジナルの写真は帽子をかぶっていなかったと言います。また、個人は亡くなる前に母親が被っていた同型の帽子を欲しがっていた、そうで、この帽子はもともと母が被っていたものなのでしょう。実際に調査をされた結果だということで、この写真は本物の心霊写真なのかもしれません。果たして、本当なのでしょうか？今回はこの写真をできる限り調べていきます。なかなか珍しい心霊写真ですよね。実際に訪問して調査をしたということは遺族も認めた心霊写真なのでしょうか。調べてみると、どうやら1970年に発行された上記の書籍にこの写真が掲載されているらしいです。書かれている内容に関しては、冒頭に紹介したものでおそらく全てだと思いますが、だいぶ古い本です。写真自体も昭和53年に撮影されたものということで、今から情報を集めるのは難しいかもしれません。しかし、いろいろと調べてみたところ、この写真の正体に関して様々な噂が存在することがわかりました。まずはこちらの書き込みです。部屋の電灯の傘が映り込んだのが真相だった、という情報がありました。単に反射したものが映り込み、帽子をかぶっているように見えてしまったというわけです。確かにありえない話ではないと思います。額縁の表面はガラスになっていますから、物を反射してしまう可能性はあります。しかし、この写真はプロが撮影したものという情報がありました。この写真が世に出ているということは写真家が現像して渡したものでしょうし、わざわざ物が写り込んでいる写真を渡すのか、という疑問はありますね。ただこの説について、親族が実際に話していたという情報もあります。こちらの書き込みですが、蛍光灯が映っただけ、という書き込みに対して、テレビ番組で親族が話していた、と書かれています。この書き込みにある番組について、他にもこの写真を同番組で見たという証言があるので、テレビでやっていたのは事実でしょう。本当に親族が言っていたというのであれば信憑性が高いかと思いますが、もう一つ気になる情報があります。コンビニ本に書かれていたという情報で、写真は元から帽子がないものとあるもので2種類あった、という遺族談があったそうです。また、こちらのツイートでは、帽子を書き足したという話もあり、これも遺族が話していたというようなことが書かれています。発端となる中岡氏の噂から、この写真の関係者が証言しているにもかかわらず、どれも話が異なるのが不思議ですね。これまでの話を踏まえて考えると、私は写真は元から2枚あったのだと思っています。
先ほど、元から2種類あった説について2つの証言があったとお話ししました。被っていた状態で撮影した、という話と後から書き足した、という話以外はほとんど同じです。おそらく、この2つは同じコンビニ本で4大族団が情報源で、微妙な違いは勘違いによるものかもしれません。どちらにせよ、写真は2種類あったわけで2つの証言を合わせると、個人の頭部の問題で、帽子やリバージョンの写真も用意され、それを心霊写真として使われたことで遺族が憤慨していた、というのがコンビニ本に書かれていた内容であると考えられます。この説を裏付ける証拠として、確かに帽子がない方の写真を見ると、頭頂部に髪がないように見えます。遺影に写っている方を見ると、比較的お若い方であることから、病気が原因で頭の髪が一部なかったのかもしれません。この理由から、何かの機械で写真を撮影する際、本人の要望かどうかはわかりませんが、帽子をかぶって頭部を隠した写真も一緒に撮影された可能性はあると思います。で、この件で一番不思議なのは、遺族やら親族やら、写真の関係者が様々なメディアで発言していたようですが、どれも意見が異なるというところです。中岡氏の話に遡って考えると、すべて嘘というわけではないと思います。少なくとも、中岡氏の元にこの写真を送った人物がいるわけで、おそらく葬儀に参加した人物でしょう。おそらく最初のこの人物が、中岡氏の脚色もあったでしょうが心霊写真だと噂をした張本人だと思われます。次に、テレビ番組で話していた親族、これは心霊写真と噂した人物とは別人だと思われます。葬儀に参加した親族で、この写真に関して似たような形の伝統があったことから、このような証言をしたのでしょう。おそらく、個人が撮影された写真の経緯については知らなかったのだと思われます。そして、最後にコンビニ本に写真を撮影した経緯を知る遺族の証言から、初めて写真が2種類あったと判明したわけです。つまり、中岡氏、テレビ番組、コンビニ本それぞれ取材に応じた写真の関係者は異なるのではないか、と考えます。遺影の写真が撮影された経緯について知っているのは、一部の遺族くらいでしょうし、仮に親族が取材に応じたとしても、伝統が写ったのではないか、としか言いようがないですね。これらを踏まえて考えると、写真は2種類あった、と考えるのが一番自然ではないでしょうか。ただ、あくまで書き込みを元にした推測なので、実際にコンビニ本で見たという方がいらっしゃれば、コメントで教えてください。いかがでしたでしょうか。今回の写真、私もよく見るのですが、白黒の家というだけで、なんだか不気味に思いますよね。様々なメディアで写真関係者が取材に応じていると考えると、中岡氏が現地取材した件については嘘ではないのかもしれません。それにしても、最初に心霊写真としてこの写真を中岡氏に渡したのは誰なのでしょうね。